今日の御言葉、テモテへの手紙第2、2章1節から7節。ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についている人は誰も日常生活のことに煩わされることはありません。ただ兵を募った人を喜ばせようとします。また競技をする人も規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦している農夫こそ最初に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。主は全てのことについて理解する力をあなたに与えてくださいます。私たちはキリストイエスに募られた兵士です。私たちはキリストの兵士として日々努力するべきです。多くのクリスチャンはこの世のものに惑わされてこの世のことについて努力します。しかしそれでは私たちは義の栄冠も得ることはできません。今日私たちは人生のすべてをイエス様のために捧げていこうではありませんか。 All for Jesus!